前回の動画でつけたゴーヤです。ちょっと見えづらいかもしれませんが、表面が白くなっています。さあどうしましょう。実はこれカビではなく酸膜酵母という酵母菌です。ぬか床を混ぜるのをサボると現れます。これは毒ではないので慌てずに表面のぬかを取り除きましょう。念のため熱湯殺菌したスプーンで取り除きます。酸膜酵母の特徴は表面全体にまんべんなく現れる白いものです。もしカビだとしたら右上の写真のように点在して色もいろいろでふわふわしていたりするはずです。こうなったら残念ですがぬか床は捨てた方が良いでしょう。酸膜酵母はこのように膜を張ったようにできたりします。この場合はめくれば良いので取り除きやすいです。そうでない場合は表面のぬかを削り取ってください。ぬかの表面全体に薄く出ることもありますが、その場合は混ぜてしまっても大丈夫です。少しねちょっとした感じで現れたりもします。酸膜酵母が出るときは夏場の気温が高いときや数日放っておいたときなどで、発酵しすぎているときです。よくあることなので気にしないでくださいね。蓋を開けたらアルコールのツーンとした匂いがするときはかなり発酵が進んでいます。そういうときでも混ぜたらまた元に戻るので慌てずに混ぜ混ぜしてあげましょう。発酵が進んでぬか床が緩くなったらぬかと塩を足します。その方法は次の動画でお伝えしますね。では酸膜酵母が取り除けたのでつけていたゴーヤを取り出しますね。取り出したら清潔なキッチンペーパーで拭いてください。では早速ゴーヤのぬか漬けを食べてみますよ。私はぬか漬けで一番ゴーヤが好きです。さあどうかな。おいしい。次は大根の漬け方をご紹介します。まず大根をぬか床の深さに合わせて切ります。まあ適当な長さに切って皮を剥ぎます。そしたら縦半分に切りましょう。大根が太い場合はもう縦半分に切ってください。まあいいか。はい、ドン。ぬか床に差し込みましょう。大根をきれいに隠したら平らにして周りをきれいに拭き取りましょう。蓋をして1日から数日置きます。夏場の暑い時期や長期間使わない時はぬか床ごと冷蔵庫に保存しておきましょう。こうすることで発酵がかなり抑えられ、毎日混ぜずに放っておいても大丈夫です。余ったぬか漬けもこのようなジッパー袋に入れたりタッパーに入れて冷蔵庫で保管しておくと長く持ちます。ぬか漬けの場合は、冷蔵庫の 中でも発酵は進みやすいので、長く置いておくと徐々に酸っぱくなっていきますよ。発酵が進んでいてそれはそれで美味しいのですが、それ以上発酵が進むとアルコール発酵して美味しくなくなってしまうので要注意です。早めに食べてください。ではでは大根も試食していきましょう。私は大根が2番目に好きなぬか漬けです。おいしい。
バッチリですね。だんだんとこうして美味しくなっていきます。ではこれらのぬか漬けを使って美味しい湯漬け、お茶漬けのご紹介をします。それでは動画でもご紹介しているこの酵素玄米、この上にぬか漬けを並べます。このね、とってもとっても美味しい酵素玄米なんですけど、別の動画でご紹介していますので、よろしければ概要欄からチェックしてみてくださいね。うちのチャンネルでも人気の動画となっています。ぜひぜひおすすめですよ。ここに塩昆布と白ごまをのせます。熱いお湯かお茶を注ぎましょう。それではいただきます。美味しいです。本当にシンプルな和食なんですけれども、ものすごく旨味があって、もうこれだけでね十分美味しいので、ぜひ皆さんも試してみてください。次の動画ではこの続きでぬか床が緩くなった時の対処法をお伝えします。これからも体に優しい健康的なダイエッターさん向きのお料理動画たくさんアップしていく予定です。よろしければチャンネル登録、ベル通知設定をしてお待ちいただけたら嬉しいです。この動画が良かったよと思っていただけたら、グッドボタン、高評価ボタンをいただけたら動画作りの励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。